ここにあるだけだっつって、あないもん、ガーゼマスクとか。あ、待って、マスクあった。ヨルク TV 2020 Let's go!ヨルくん TV です。ヨルくんです。どうもママです。どうも、なんだそれ、どうもどうもヨルくんです。どうもなんどうも2回って、なんすかそれはい、ACC も笑ってるもん。はい、はい、ではもう一回いきます。はい、ヨルくん TV です。ヨルくんです。どうもママです。やった。はい、今回はマスクです。はい、そうだね、今回は今ね、コロナウイルスだとか、アメリカのインフルエンザ、殺人インフルエンザね、1万人以上の方が亡くなってるインフルエンザとかね、うちもマスク全然買えませんね。全然買えないよね、マスクね。で、一応ストックはあるんですが、2箱ぐらい、何箱ぐらい、3箱ぐらいか。もともと、うん、マスクがあるようにしてるから、うん、子供用が、うん、空いてないのが1箱と、うん、大人用は3箱くらい。はい、まあそれぐらいストックは一応ねあるんですが、まあ今後ね何がちょっとあるかわかんないし、で学校にゆりくんも毎日ねつけていっててもね、毎日使って持っていくからね、で消費するものなので、まあ、もしね、買えるんであれば買いたいなということで、本日の企画、マスク探しに行く企画です。はい、まあね、世間は本当にね全然マスクがない状況なので、本日は10店舗マスクを探すために、薬局、ドラッグストアに来たいと思います。で、10店舗行った結果、果たしてマスクはゼロなのか、もしくはあるのか、1個でもね買えるのかどうか、それを今回検証していく、企画となっております。はい、はい、では早速マスク探しに行きまーしょー。はい、1軒目、松本清です。じゃあ行こう。ない。ない。1枚も。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ないんだ。ないんだね。本当に売り切れてる。うん。もうだった。なかった。はい。ありませんでした。はい、1枚もないということでした。じゃあ2軒目行きたいと思います。はい、2軒目、セイムスです。はい、いきます。マスクあれ、マスクで今売り切れちゃったと思う。あー、1個もないですか。これないですね。あー、わかりました。申し訳ないな。入ってくる予定もない。わかんないんですよね。あー、明日入ってくるか、今日ちょっとだけ入ってきたんですよ。でももう朝から並んでらっしゃって。あ、並んでるんですか。8時半からも皆さん並んでて、もう出れなかった人もいらして、なんかもうすぐ、もうちょっとしか入ってこないし、もうすぐ出ちゃうんです。わかりました。わかりました。あ、一応毎日は入ってくる。いや、1週間ぶりで入ってくる。あ、そうなんですね。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なかったね。うん、いやきついね。なかったね。わー、みんなつけてるマスク、やば。うん、はい、2軒目セイムスゼロでした。なんか、うん、今日入ってきたら、ちょこっと入ってきたらしいんだけど、うん、なんか朝から並んでて、で、ほんとそのすぐちょっともすぐなくなって、毎日入ってくるんですかって言ったら、いやそうじゃないです、1週間ぶりに入ってきましたって言ってた。
入ってくんだね、はい、でもうんね、ちょこっとっつってどんぐらい、そのちょこっとでどれぐらいなのかわかんないけどね、まあ、1箱くらいじゃないな、そのワンダースって1ダースっつうのパッキン、1パッキンぐらいなんだね、ぐらいなんじゃない、ちょっとっていうぐらいだからね、うん、はい、じゃあ3軒目行きたいと思います。はい、3軒目の松本清志です。あ、あるかもしれない。行け。どれですか、マスク。あ、すごい、やった。やった。え、これは何？あ、美容？はい、こちらのマスクと、こちらのマスク。こちらのマスク、今説明受けました。ウイルスを。防ぐものではない。防ぐものではない。はい、こちらは蒸気、要は乾燥を防ぐためのマスクなので、ウイルスは、防げないと。で、こっちも美容のためのマスクなので、ウイルスは防げないマスク。はい。ってことはないってことだね。ないっていうことだね。はい。じゃあノーで。はい、行きましょう。一応マスクはあったのよ、うん、であったんだけど、そのマスクの用途が近くて、美容のマスクと蒸気マスクがあって、美容マスクはもう、蒸気マスクも普通にマスクとして使用は可能だけど、あのウイルスは防げないと、ウイルスは防げませんって書いてあった。しかもでお姉さんの説明も受けて、うん、まあ、普通にマスクとしては使えますが、ウイルスは防げないのでご了承くださいっていうことだった。うん、なんかすごい遅い、偉い遅いなと思ってさ、はい、まあだから買おうかなと思ったけど、うん、まあウイルス防げなかったら意味ないなと思って、でやめたんですね。うん、やめました。わかりました。じゃあ3店舗目もないということね。はい、ゼロでした。はい、じゃあ次お願いします。4件目、サンドラックです。行きましょう。あるの？ない。あ、ほら、マスクがない。マスクはただいま大変失わせのためのお客様一点。マスク。え、これマスクなの？マウスストッカー。あ、マスクストッカー。マスクをね、入れとくやつ。ああ。あれマスクじゃない。これは一応あるんだ、アンパンマン。あ、これシーシーにいいんじゃない？ん？じゃあ買っとく？これシーシーにいいね、それイーシャン1個でパパ1個ずつ買おうか。うん、けどないね、大人用は。すいません、もうマスクってないんですよね。マスクはもうすべてないですね。マスクゲットしました。で、それももうラスト2つだった。で、お一人様1個ってなってたから、パパとゆりくんで1個ずつ。で、アンパンマンの CC 用のマスクです。5枚入り。子供、ちっちゃい子供用のやつね。はい。っていう、これを2つ買いました。はい。大人用はありません。はい。はい、じゃあ。はい、じゃあ次5店舗目ですね。はい、はい、行きましょう。5店舗目はドラッグストア関さんです。マスクありますか？マスクはもうそこにあるものしかないんですから、ね、見に行こう。マスク、あ、本当だ。お、あるんじゃない？お、あー、ノドヌールマスク、蒸気マスク。はい。えっと、
美肌用のマスクと蒸気マスクとか、うん、喉ヌールマスクっていうのはいっぱいあった、うんうん、へー、だけどどれもとりあえず感染を防ぐようなマスクではないっていうことが書かれてる、うん、だからまあ残ってるっていう感じ、うん、なるほど、なんか旅行とかにね、そう、行くときにね使うやつだもんね、はい、はい、そういう感じです、はい、じゃあ次6店舗目行きましょう、行きましょう、はい、6店舗目はセームスです、行きましょう、ほい、子供用もないですか、え、全部売り切れ、うん、わかりました。わかりました。ああ、無理だ。子供用もないって。あ、本当。残念。売れたんだろうね。少量書いて、少量ありますと書いてあったけど売れたみたい。うん、お姉ちゃん聞いたらありませんって言われた。はい、6店舗目セイムスゼロです。はい。じゃあ次7店舗目お願いします、はい、7店舗目は杉薬局ですね、行きましょう、マスクは今のこちらになってればここにあるだけだっつってないもん、ガーゼマスクってこと、あ、待って、マスクあった、これ何、え、これマスクじゃないの、あったので、ガーゼマスク、それもね、なんだろうと思って、花粉やホコリをカットってこと、これも一応買う、いや、これ買った方がいいでしょ、子供専用だもん、ゲットしました、スギカードお持ちですか、あ、ないです、失礼いたしました、まさかのゲット、マジで、すごい、ママに見せていい、え、え、すごいじゃん、いや、ほんとすごいよ、え、子供用マスク、うん、全部子供用だ、ゲットです、やったわ、いいじゃん、いいじゃんのゲットじゃん、そう、いおりくんの学校につけていく用のマスクが増えました、よかったね、しかもちゃんとねウイルスをね、うん、ウイルスの侵入を防ぐやつだね、はい、7店舗目でこんな感じね、はい、じゃあ8店舗目行きましょう、はい、次はウェルシアでーす、8店舗目だね、マスクありますか、マスクはちょっとないですね、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、ないんだね、ゼロ、よいしょ、はい、8店舗目ウェルシアはゼロでした、はい、次9店舗目残り2点です、頑張っていきましょう、頑張ろう、はい、9店舗目はウェルシアです、マスクありますか、マスクも今の時間はほとんどない、ない、あ、はい、見てみます、あー、最中10分なの、だってもうこの時間だといつもこんな感じ、こんな感じですか、はい、あ、一応毎日は入ってくるんですか、毎日かどうかはちょっとその日の朝にならないとわからないんですよね、どれが入ってくるとかっていうのはこちらでもわからないので、ちょっと調子良くなってきた、とりあえずガーゼマスクゲット、はい、9店舗目一応大人用のガーゼマスク、あ、大人用、はい、はい、お銭が乗ってると思わなかった、はい、
なるほどね、ガーゼマスクがあったのね。はい、それでは最後、次が10店舗目、はい、ラストの店舗になります、はい、じゃあお願いします。はい、最後は関、ドラッグストア関ですね、に行きます。もう全部、子供用も、うわあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ありませんでした。最後はなかった、うん、の一個もない。はい、最後はありませんでした。ゼロで終了です。はい、購入できました。大人用のマスクが2つで、子供用のマスクが、7つ、あ、違う、こっちが子供用で11だから9つ、そう、子供用のマスクが9つ、買えました。ベビーちゃん、はい、まあ、結果ね、やっぱりあまりないということだね。ね、皆さんもね、ぜひね、コロナウイルスだったりインフルエンザだったり風邪には十分気をつけてお過ごしください。はい、次回もまた皆様ゆるくん TV でお会いしましょう。バイバイ。